新たな手が灯火に触れる。聞きなさい、我が言葉に従うのです。汚れた闇が我が聖堂に入り込みました。それはあなたが滅ぼすべき闇なのです。灯火をキルクリースさんへ持ち帰りなさい。ことがなった暁にはあなたを浄化の光の運び手にしてあげましょう。我が聖堂が廃墟となって横たわる様を見なさい。上妙の者の忠誠も営みも心も所詮この程度。我を愛さない者にどうして我が愛が届くでしょう。灯火を奪還した暁にはあなたを運命へ導いてあげましょう。我が栄光をスカイリムによみがえらせる時が来ました。しかし真理の印は廃墟に埋もれています。かつては壮麗な聖堂でしたが、今は邪悪な闇の徴領する汚れた場所に。資料術師マルコランがこの戦場跡にさまよう迷える魂たちを捕らえて操り、我が祠をおぞましき浮上で汚しています。アマツさえその邪術を支えるために他ならぬ我が秘宝から力を引き出しているのです。上妙の者よ、あなたを呼び寄せたのは我が戦士となってもらうため。聖堂に入り秘宝を奪還し冒涜者を滅ぼすのです。当然です、我が命令なのですから。さあ行きなさい。秘宝を取り戻しマルコランを滅ぼさねばなりません。マルコランが封鎖したのです。しかしそもそもここは我が聖堂、扉は我が命に従います。そちらに一条の光を送りましょう。光に沿って聖堂を進めば扉はおのずから開きます。